はい、はい、おーい。ということで今日は、公園で懸垂していきます。で、この公園めっちゃいいなと思って、すごい懸垂器具やなと思って、もう、いや、こんなん初めて見たと思って、もうなんかびっくりしたんですよ。すごいね。びっくりした。で、これね、よく見てもらったらわかる通り、真ん中に木の支柱があるんですよね。木の支柱があって、で、多分ね、パラレルグリップで握って、で、前向きでね、握って、それで、腰じゃなくて背中を木の板つけながら、普通に前向きでやると、腹筋もできるんですよ。前後揺られへんし。そんなすごいなって。まあ、やからなにって話なんですけど。で、今日やっているのは、パラレルグリップのやつの懸垂と、あとは、ナローグリップでやるのと、ナローグリップでやるのと、あとは後半、あれですね、サマーランドグリップやってるな、順手ですね、順手でやる懸垂でやってます。で、最近トレーニングを朝とか午前中にやってるんですよ。まあ朝ですね、朝やってるんですよ。でね、で、夜とか、まあ夕方、まあ夜かな、に懸垂してるって感じなんですよ。で、そうするとね、すごい一日なんか得した気分になって、まあ体起きて、朝やから体起きてないっていうのはあるんで、準備運動をしっかりしてるんですけど、すごい得した気分。なんかアメリカとか海外とかの人は朝トレーニングして、まあそっから仕事とかいろいろする人とか多いと思うんですけど、その人らの気持ちがよくわかるってことで、朝やるとほんま気持ちいいわ。きっとこの気持ちは俺だけじゃないはず。で、最後に、サマーランドグリップ、順手でやるんですけど、すごいね、もう体が重い。まだ全然筋肉も垂れてないし、体重も重いし、なんなら裸でやりたいけど、ちょっと捕まるんで。ということで、痩せろ、俺。